はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。今回はね、悠久の地の新報酬である巨像都市、この基地付近に関して見ていこうと思います。で、この基地付近がね、ハイペリオンと違って携帯変更のね、機能を持ってるんですよ。ですので、それぞれの携帯に関して性能をね、確認していきたいと思います。まずはこの巨像都市の携帯に関してですね。これが3つの効果を持っております。1つは全ユニット生命加算 20%、 シールド効果が 30%、 そして全英雄の防衛加算500という形になっております。で、この生命加算に関してはまあね、いつもの通りなんで、これは特に説明は不要かなと思います。で、このシールド効果加算プラス 10% に関しては少しね、ややこしい形となっておりまして、このびっくりマークをクリックしてあげると、まあ、詳細が出てくるんですけども、で、この効果がどうもシールド効果を持つ英雄のそのシールド効果を強化するっていう、まあ、そういう性能らしいんですよね。ですので、今のところリョーツ、ポーラ、ベアトリス、この3英雄を編成している時のみ効果を発揮するみたいな効果になりますね。そして実際にね、このシールド 10% がどんぐらいの性能になるのかっていうのをね、見ていきたいと思います。ではまず現状でシールドってどれぐらいのパーセント、入ってるのかってことをね、見ていきたいと思います。まず複合装甲とかね、その辺の装備品のシールド効果によって 18% のシールド効果を付与することができます。そして英雄の絆のブリッツコマンドで 5% 入りますので、2つ合わせ 23% になりますね。そして今回ちょっと仮にレベル7スキル持ちのポーラ、これとね、仮定して計算をしていきたいと思います。レベル7スキル持ちのポーラはシールド効果はね、 57.95% 入りますので、先ほどの数値と合わせまして 80.95% のシールド効果がついているという形になりますね。で、今回のこの巨像落としによってシールド効果はおそらく 10% 足される形になると思いますので、最終 HP が 5.526% 増加するっていう、まあ、そういう効果になりますね。ですので強さ値換算をすると 1.0553 という数値になります。では続いて全英雄の防衛加算500の性能に関して見ていきましょう。まず防衛が500上がると、英雄の防衛値による生命の増加、まあ、それに対してちょっとブーストがかかる形になって、で、防衛500ごとに生命が 1% 上がるという形になっておりますので、まあ、英雄が3人いたら生命増加 3% が入るという感じですね。で、私の環境だと生命バフは 1671% ほど入る形になりますので、最終 HP の増加率に直すと 0.169% 増えるという感じになりますね、まあ、結構地味な数字でありますね。で、もともと全ユニット生命加算 20% が入っておりますので、それと合わせると最終 HP 増加が 1.299% 程度となりまして、調査値換算で約 1.013 という形になりますね。そしてもう一つ、防衛の数値が増えますと、英雄のスキルが防衛の数値に依存している、例えばポーラのスキルとか、そういったものが少し強化される形になります。で、今回も同様にレベル7スキル持ちポーラを仮定してあげると、防衛加算500によってシールド効果が 0.4% 増えるという形になります。で、その 0.4% 増えるというのと、この元々の基地スキンの効果のシールド効果 10% と合わせますと、最終 HP で 5.747% 増加するという形になります。ですので、シールド 10% の防衛によるスキルの強化を合わせまして、強さ値換算で 1.05747 という形になりますね。で、最後に生命の増加の分とシールドの強化の分を合わせますと、最終的な強さ値換算で 1.0712 という数値というのが、このスキンの強さという感じになりますね。ただこの数値を出されて多分強いかどうかって分かんないと思うので、ちょっとね、比較対象の方も出していきたいと思います。で、比較対象は今まで対人で最強と言われていた満月城のスキンです。で、こいつが生命増加 10% とダメ減 10% がついているスキンになりますね。で、これをね、強さ値を求めてみたいと思います。まず、生命増加の方ですと、1671% の生命増加がついておりますので、まあ、そこから 10% 増えると、最終生命増加で 0.6% 増えるという感じになりますね。で、それで強さ値換算で 1.006 という数値になります。そしてダメ減の方を見ていくと、私の環境のダメ減が 162.5% 入っておりますので、そこから 10% 増やしてあげますと、強さ値換算で 1.0381 という数値になります。そして2つを合わせると 1.0443 という数値になりますね。はい、
で、満月賞が 1.0443 に対して、今回の巨像都市 1.0712 という形になりますので、まあ、今回のこの巨像都市は、ポーラ、ベアトリス、両津、そのどれかを使う場合において、戦闘で最も優れたスキンということになりますね。はい。ですので結構ね、それなりに強いかなと思います。では続いて、ヘブンズゲートの方を見ていきましょう。これの性能が、まあ、進行時に攻撃加算 40% が入るというのと、あと戦争加算が500入ります。で、この戦争加算の方なんですけども、こちら、レア弾薬ショップが出た時に、ちょっとね、攻撃力換算で求めたことがあります。その時が戦争400で、攻撃増加枠換算で 14.38% ぐらいになるという結果が出てたので、まあ、それを用いますと、500であれば、400分の500をかけまして、攻撃増加バフで 17.975% 相当ということになります。そのため、元々の攻撃増加と合わせまして、実質攻撃増加 57.975% ということで、一応ね、こちらもボスダメージとかのダメージを出したい時において、最も優れたスキンという形になりますね。ただ、今まで攻撃力増加 40% 程度入るスキンがありましたが、まあ、それと比べて最終ダメージ換算でね 0.8% ぐらいしか増えないんで、まあ結構、まあ、ビビたる差ではあるんですけどね、まあ、一応ボスダメにおいては最も優れたスキンということになりますね。そして最後に所持能力の方を見ていきましょう。所持能力まず最初にハイペリオンと同様に少し高い攻撃加算と生命加算がついております。 15% ですね。でこちらで少し差別化が図れるような感じになりますね。そして一番大きい効果はこれですね。修理工場収容数プラス10という効果になります。これは結構ね大きい効果だと思います。で今って英雄の絆のねインディビジュアルとかで結構出撃上限がインフレしてる感じがありまして、まあ、1スタック19台から20台っていうのが結構増えてるんですよね。で19台から20台になると5スタック出した場合で95台から100台になっちゃうんですよ。で今修理工場の限界が90なんですよね。なんで95台から100台出しちゃうと5台から10台程度ね、溢れちゃう感じになると思います。ですので例えば82ユニット5スタック出した場合にそれぐらいドクロついちゃうんで結構ねダメージを受けちゃうんですね。ただこの巨像落としをゲットすると修理工場のマックスは100になりますので1スタック20台であっても5スタック出した分全部修理工場に入れることができます。ですので、まあ、82ユニットとかを使っていく場合においては結構ねこのプラス10っていうのが大きい効果になるかなと思います。はい、という感じでございますね。ですので一応両方の形態において、まあ、現状で最も優れたスキンであると言えますし、この所持能力も優れておりますので、なかなかね、まあ、いい感じの性能なんじゃないかなと思います。ただ、なんか別にぶっ壊れというわけでもなく、まあ、ちょっとね、強いぐらいの感じなんで、まあ、なかなか、まあ、いいバランスに収まってんじゃないかなと思いますね。ですので、なんか無理して取りに行く必要もないとは思うんですけども、持ってればね、差別化の要素になるとは思いますので、まあ、有給の地をね、頑張る気概のある方は狙ってみるのね、いいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回、新基地スキンの巨像落とし、ヘブンズゲートの性能の解説でございました。じゃあ今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。またねー。